全宇宙の河合直子ファンの皆様、こんにちは、マチロです。私も河合直子さんが大好きなんですが、まあそんなこと言いながらね、今日は姫のギリカ T シャツを着てるんですけどね。はい。で、今回はこの河合直子さんのレコードと CD の聴き比べっていうのをやってみたいと思います。まあレコードブームっていうこともあって、レコードをねちょいちょい買われてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあレコードを買うって言ってもですね、主に新譜を買うのは若者で、まあ私みたいな昭和のおっさんはもうほとんど中高ですかね。青春時代に聞いた昭和歌謡を聞きたいっていうか、まあ昭和歌謡もですね、リマスターされて、新譜でレコードでね、出るっていうこともあるんですけど、まあでも中森明菜さん、松田聖子さん、山下達郎さん、竹内まりやさんとかね、まあそういった有名どころのやつしか出ないし、新井かおる子さんとか、伊藤和恵さんとかね、この手のはなかなかリマスターで出るってことはないですよね。まあこういうのがね続々出てくれると、もっとね、日本のレコード市場も盛り上がるんじゃないのかなと思うんですけどね。で、今回聴き比べに使う河合直子さんの曲はですね、このライブじゃなくて、このスターダストガーデン、このレコードは、1985年私が高校生の時に買ったレコードです。で、 CD はですね、これ、去年ですね、2022年 SACD ハイブリッド版として出たやつで、まあ音源として使うのは CD 層の部分です。で、曲はですね、このアルバムの A 面の2曲目に入っているオリエンタルアイズっていう曲です。英語表記だとサムタイムサムウェア、いつかどこかで、あのいつかどこかでっていうと小田和正さんの曲を思い出しちゃいますけどね。まあ再生機器とか録音機器がしょぼいから大した音は良くないんですけど、イヤホンとかヘッドホンで聞いていただければ、まあその違いはよくわかるんじゃないのかなと思います。あの特にですね、レコードの方は針がオーディオテクニカの超エントリーモデルなんで、ある意味レコードらしさがより出てるっていうか、まあレコードもですね、追い込んでいくとだんだん CD に近づいていくんですけどね。まあ逆にあんまり追い込まないで、レコードらしさ残したセッティングの方がいいかなとかね、思ったりで、今ちょっとレコードねどこまで追い込んでいくか悩み中です。まあ同じ曲でもストリーミング、CD プレイヤー、レコードプレイヤーで聞くと、それぞれ音が違って聞こえるから、一曲で3度美味しいみたいになるんで、まあそういう音楽の楽しみ方もいいんじゃないのかなと思います。はい、では曲を流します。初めのワンコーラスは CD、次はレコード、最後の繰り返しの部分はレコードと CD をちょいちょいこう切り替えて流します。皆さんがどんな感想を持つかわかりませんけれども、まあ聴いてみてください。曲が終わったらですね、もう私は出てこないのでここでお別れです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。次回があるか分かりませんけれども、バイバイ。少年